はいどうもこんにちは、栗田です。今回は、グラブの型直しやっていこうと思います。で、今回やっていくグラブがめちゃめちゃ激レアなグラブになります。それがこちら。はい、こちらですね、M マークに IB ラインが入った超レアなんじゃないでしょうか。こちら水のプロの公式用かなのオーダーグラブになります。今回はこちらの型直しをやっていこうと思います。でこのグラブなんですけども、ワイライネス様がカブト TV さんっていう、YouTube をやられている方なんですけども、そのカブト TV さんのインスタグラムの方で、このグラブの型直しをお願いしますということで、募集というかねしておりまして、それで自分がぜひやらせてくださいと言って、で、今回こういう、自分がぜひやらせていただくことになったという経緯でございます。でね、補給面見るとわかるかな、もう結構すごいことになってで、こことかねボコってなってたりしてて、硬さもすごいあってっていう感じの、今回はこういうグラブ、この状態だと多分ねボールも取れないと思いますし、せっかくすごい激レアなグラブなので、なるべく自分の全勢力を注いで型直しをしていこうと思います。でこちらのグラブなんですけども、ブリス交換をまず最初にして、その後に芋み型付けで型を直してつけていくっていう形で、やっていきたいと思います。で今回は2つ前編と後編に分けたいと思います。今回は、グリス交換でのみかな、グリス交換の動画を撮りたいと思います。それでは早速作業の方に移りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではね早速作業をやっていきたいと思うんですけども、最初に、紐を外すところからやっていきたいと思います。はい、そしたらね、ここまで、いつも自分はグリス交換するときここまでしか外さないんですけど、これだけ、ここぐらいのスペースがあればね、十分入れられると思うので、自分はいつもここで止めてます。続いて、ここですね。ここの紐を、抜いていきたいと思います。はい、そしたら、顎紐とここですね、ずれました。で、中が見えるようになったんですけども、はい、今から中を開けたいと思います。中を見ると、こんな感じ。見えるかな？見えないかな？ちょっと見えるかわかんないんですけど、かなりね、
でっかいダマが見えるかな、ちょっと暗いんですけど、わかりますか、これグリスが固まっちゃってて寄っちゃってるっていう感じで、もう全く残ってない感じですね。まあこれはまあこうなるとね、やっぱ大きい目浮いちゃうと思うので、ちょっと見えるかな、こういう感じに中はなってました。で、新しいグリスを、まあこれをね、塊をまず取って新しいグリスを入れていくんですけども、今回入れていくグリス、こちら GTK さんで、グリスを買わせていただきましたので、こちらのグリスを入れていくんですけど、硬いな、よいしょ。このグリスを、温めてから、温めて柔らかくしてから入れていきたいと思います。それではまず温めていきます。はい、ということでね、グリスを温めてきました。わかるかな、結構こういう感じでちゃんと溶けたので、今回こちらをね入れていきたいと思います。で、結構これおすすめなんですけど、皆さん割り箸とかで、自分でやられる方は割り箸とか入れてると思うんですけど、100均にあるね、こういう立つバターナイフが100均とかに売ってると思うんですけど、これね結構塗りやすくて結構おすすめです。よかったらぜひ、ダイソーとかに売ってると思うので、よかったらぜひ買ってみて使ってみてください。で、今回はこちらを入れていきたいと思います。様子を見ながらですね。で、まあこっちもね浮いてるので、まあ奥の方にもしっかり入って、まああんまりこっち入れすぎちゃうと紐から出てきちゃったりすると思うので、まあそこはちゃんと調整しながら入れていきたいと思います。それでは投入。で、はい、入れ終わりました。入れ終わったら、まあ、こういうポールとかで、こう、鳴らして、で、伸ばすっていう感じ。はい、どうかな、最初よりはね明らかに牛麺はまあ整いはした感じはしますけど、やっぱまあ癖がね取りきれない、グリス交換だけじゃ癖は取りきれないというか、まあクロム自体も硬いので、まあ、こっからまあ1日置いてグリス定着するのを待って、まあ芋煮をしていくんですけども、それでまあどこまで改善できるかっていう感じですね。とりあえずこれでまあ乾燥というか、まあ中のグリスがしっかり定着してくれるまで1日ほど置きたいと思います。ちなみに中から出てきたグリスのかけらというかね、固まったグリスがこちら、まあ、物の見事に固まってるっていう感じで、これがまず取ってからしっかり入れてます。まあ、とりあえずねこれで1日ちょっと置いてみたいと思います。はい、おはようございます。
翌朝でございます。さて、1日経ったんですけども、どうでしょうか。心向きはかなり改善されたと思います。まあ、このグラブね、型があんまりついてないので、まあ、これからね、この後芋みをして、形をしっかりつけて、まあ、なるべくね、お使いいただけるレベルまで全力を注いで戻していきたいと思います。どうでしょう、見えるかな。よいしょ、見えますかね。こういう感じ。うん、でもまだね、癖が取り切れてないというかね、ここは一面になってる感じがするので、ね、ここを芋みで直していけたらなと思っております。皮がいいです。はい、ということでね、前編は以上になります。続いて、また後編アップしますので、そちらもぜひ見ていただけたらと思います。チャンネル登録と高評価も合わせてよろしくお願いいたします。それでは、さよなら。